去年よりも前売り券だけで1000食ぐらい。もう何食ぐらい売ってるんですか。そうですね、1200、300ぐらい積みましたね。1200、はい、100キロ、120キロ。あ、そうなんですか。もうそば打ってどのぐらいになるんですか。いや、なんだろそんなにならない、はい、でもだんだん習い始まって、もう子供を世話なくなってから始まったので20年にはなったよ。十分長いじゃないですか。20年くらい。お食事中すいません、こんにちは。こんにちは。今日はどちらから。今日は神奈川県から。神奈川県から、はい、今召し上がってる最中ですが、南会津の新蕎麦いかがでしょうか。とても美味しいです。1食目ですか。1食目です。まだ1食目です。もうちょっとこれから行く予定。そうですね。天ぷらとかシンゴロとか、はい、シンゴロでございます。新米をちょっと潰しまして、半殺しにしまして、そしてね、こんな形に丸めて10年味噌、えごまの味噌、甘味噌をつけて今炙ってます、焼いてます。かなり美味しいです。どうぞお味見してください。おー、あれむしゃぶり勇ましし、光明手柄こんにちは。あ、こんにちは。皆さんは何をやってらっしゃるスタッフの皆さんですか。今クッキーにメダルを作ってます。んクッキーでメダルを。待ってて。今日どちらから、東京の大田区から来ました。南アジアよくお見えになるんですか。ですね、仕事で8月に、下郷の井の上温泉の方に来ました。それで、まあ、蕎麦祭りがあるというのを聞きまして、あのやってまいりました。もうお蕎麦召し上がりました。美味しいですね。いいですね。来てもう大正解ってとこです。